こちらの文献について、紹介させていただきます。概要です。まあ、学習者の、まあ、母国語を踏まえた、まあ、GEC の重要な、まあ、GEC は重要なタスクの一つということで、まあ、その母国語 によって その学習者によってその誤りの傾向が異なるっていうのがを踏まえたその GEC を行うべきだっていうのがあります。でその、まあ、この、論文ではそのモデルの一般化を維持するためにそのケールダイバージェンス をその目的関数に、まあ、組み込んだらその NNJM っていうものを、SMT に、またそ のデコーダー部分に組み込んだその英語の GEC システムっていうものを提案していて、でその中国語とロシア語とスペイン語 その、母国語の学生によって、まあ、書かれたその英語のテキストに適用して、まあ、F 値 が、まあ、大幅に、まあ、向上したみたいな、論文です。イントロダクションです。でその例えばフィンランド人だと、まあ、正確にはフィンランドを母国語にしている人ですけど、まあ、その前置詞の誤りが多かったり、まあ、中国人はその動詞活用形の誤りが多いっていうのがあります。で本研究ではまあこういったものを考慮した CEC というものを提案していて、で、まあ、後で説明するんですけど NNJM というものはそのコンテキストを、その時 そのウィンドウ幅が固定であるため SMT の そのデコーダーのフレームワークに統合するのはまあ簡単ということで、まあ、先行研究はそのNGM を SMT に統合して、まあ、翻訳とか GEC とかの、システムを改善しているってことでです。で、この論文では、その対数誘導目的関数ってものがそもそもあって、でそれに、ちょっと、まあ、日本語よく変換もしれないんですけども、その L1 固有ではないデータっていうのはその、その母国語、その例えば中国人によるその英語学習者 その英語の文っていうその人に限定しない、まあ、いわゆる一般あの世界中いろんな人が、まあ、その英語の学習者の 文っていうもののデータのことです。でそれを用いてそのまず学習して、でその後そのケールダイバージェンスを含むようにした目的関数を使用して、今度はそのある例えば中国人 その、英語の学習者 その英語の文みたいなものをデータを用いて学習させるってものです。でその修正された目的関数っていうものはそのカドラバックライブラー情報量をその最小化にするようなものがその目的関数に案に含まれているので、そのその母国語のそのが特定 その例えば中国人だとその中国人 その誤りの傾向っていうものに科学習しないみたいなもの を考慮してあげて、でそれでその NGM の汎用性を保つっていうものになっています。で、まあ、この論文は、まあその小規模なデータでもその高品質なデータを用いればその有効に、まあ、これが作用するってことを示しています。でまあ、一応まあ先行研究ということで、まあまあ、ざっとこんなのがあるよって感じなんですけど、まあそのケールダイバーチェスの項を加えたもので、まあ、ちょっと具体的な指数までは調べてないんですけど、まあ、話したことにその、異なるそのそのモデルを学習させたっていうものがあったりとか、あるいはその NHM とその SMT っていうものを統合して、まあ、翻訳のタスクにおいてブルーを向上させたっていうものとか、あるいはそのNMT ベース その GEC っていうものを、まあ、考案して、まあ、SMT ベースと、まあ非常に競うような結果を出してっていうものがあって、まあ、こういったものを踏まえた上で、まあ、本期、研究ではそのケールダイバーシェスの項を、まあ、用いた NGM を SMT の そのデコーダー部分に統合することによってその両方の利点っていうものを活用するっていうものになっています。で、まあ、さっきから言ってるその NGM っていうのは何なのかっていうと、そのニューラルネットワークでそのを、まあ、一種の言語モデルと見なすときに、まあ、これがソフトマックスの項で、まあ、確率がこのように、求まるんですけど、一般的にその言語モデルっていうのはその、ターゲットのその文がそのプレビジョン、要するに前にあるその
ターゲットがあって、じゃあ次これ何なんだろうみたいな予測するかけなんですけど、でコンテキストはそのターゲットの単語だけじゃなくて、そのソースのターゲットもまあ含んでいるような、ものを考えてあげるっていうのが、簡単に言うとその NJM っていうものになっています。でそれのソース関数がその、代数誘導と、それにその計算を早くなるようにこのマイナスアルファ6事象 Z っていうものを加えて、やると、そのこれを最小化する、ここだけ見てここを最小化するってことになると、その Z が1なので、その Z が1っていう時がその最もその計算が、早くなりやすいらしいんですけど、まあ、そういった、意味合いも込めてこのような項をつけてある損失関数を、提案して、まずこれで、その、先に L1 固有ではない、要するにまあ世界中の、英語学習者のデータを突っ込んであげて、それをトレーニングします。でその時に結局推定された確率分を、まあこうね、PGDとか置きます。で、このあ、カルバックライブラ、情報量のその、項ってものを考えてあげて、その時にその、まあ、カルバックライブラ情報量って2つの確率分布がどれだけその異なっているかと見るんですけど、その時 BGD と今度モデルが出す確率 P ってものが、で、その、そういうの D3 的な、まあ、KL 情報量を考えてあげます。でこれをその目的関数に組み込みます。まあ、このようにラムダっていう適当なあれにして、でそれさっきの対数誘導と、その、まあ、計算が速くなるようなこうつけてあげて、でこれを L1 固有 その例えば、まあ、中国人とかの、その英語 その誤り文とかそういったものをで、どんどん学習させていく。でこのカルバックライブラ情報量の効果のおかげで、その過度にその誤りの傾向に過学習しないようにする。でこれを、まあ、SMT のデコーダー部分に、突っ込んであげるっていうものになっています。でまあ、他にも、この論文はその、まあ、工夫した、そのモデル、まあ、モデルというか計算手法と比較をしようというもので、例えばその、まあ、その今回 L1 固有のデータと L1 固有ではないデータというものを使うんですけど、それを SMT のフレーステーブルのところで使う。でその L1 固有のデータで学習したフレーズテーブルと L1 固有でないデータで学習したフレーズテーブルを、まあ、これ線形補完以外にもいろいろやってるんですけど、まあ、簡単に言うとそれを、いい具合のものを取ってあげるっていうものと、あとこのニューラルドメインアダプテーションモデルっていうのは、さっきの説明とは簡単に言うと逆で、先に L1 固有 その学習者固有 その誤り分ってものを NJM に学習させる。でその後、まあ、カルバックライブラリ情報量と大体同じようなような項を、追加させてあげて、そのつまりあまり汎用的に なりすぎないような、そのモデルってものを考えてあげるっていうものです。でまあ、これと比較するってものです。で、まあ、データは、NAC と Lang8 を、まあ混ぜたものっていうものを、まあ、L1 固有ではない訓練データとして、でそのうち Lang8 の中からこの、まあ、今回中国語 と、ロシア語とスペイン語ってものを取り出して、まあ、これを L1 固有の訓練データとします。でまあ開発データとテストデータは FCE ってものを用いて、まあ、こんな感じになっています。で、まあ、SMT はあのモゼを、使います。で、これから結果を出すんですけど、それの、それぞれ説明を行っていて、まあ、L1 固有のデータのみでフレーズテーブル SMT を学習したものっていうものと、 L1 固有ではないデータ以外でフレーズテーブルを学習したものと、あと全部ですね、L1 固有ではないデータでフレーズテーブルを学習したものを用意して、で、
で、あとその NJM ベースラインっていうのがちょっと自分のまあ訳がちょっと間違ってるかもしれないんですけど、まあ多分これはあの L1 固有のデータを全部まとめて、その中国語とロシア語とスペイン語あったんですけど、多分それを全部まとめて学習したもので、そのアダプテイトっていうのが、その中国語ごとにそれぞれモデルを作ったわけです。ロシア語ごとにモデル、まあその L1 固有のものごとに、モデルを作ってあげるものになっています。で、まあ結果です。結果は、まあ、簡単に言うと、そのS コンチャットのその NJM アダプテイトに、その開発データのその学習も入れる、あ、 FCE のそのデータも入れるっていうものが、まあ一番良くなっています。で、これがそのいわゆる従来のその何の工夫もしない SMT とか、あるいは単なるベースラインのその形成速化をやっていないものとかに比べると、やはり高くなっているっていうのが筆者に主張している、点です。で、他にもあって、次のページに書いてあるんですけど、この、他にその SMT の方を工夫したその TM、 そのあれですね、フレーズテーブルの方にその L1 固有のデータとか、そういったフレーズテーブルを2つ作っていい感じのものを取るってものがと、それの NJM アダプテイトが、そんなにスコアが良くなって、あんまり変わらないっていうか、特にスペインの、場合にはすごい追っている。で、これは何でだろうかっていうのが、その結局フレーズテーブルをその見てその SMT を学習するのと、その NJM がそのソースの、単語も、加えてその言語モデルってものを考えてあげるってことが、大体その、似たようなことをやっている。だからそんなにその、情報としてあまりなんか新たなものを得てるわけじゃないから、あまり変わらない結果になってたり、特に、スペイン語はちょっと、データ量が少なかったってこともあって、中途半端なデータ量だとすると、まあ、むしろスコアが下がってしまうのではないかっていう考察がなされています。とで、あとそのデータ量、あ、次か、その、データ量を、あれですね、下げ、あ、上に書いてあったんですね、このスモールっていうのが、ジェネラルデータを、からさらにその30万分に、ランダム抽出して、小さくしたもので学習してあげるたものが、まあ、特にこのスペイン語なんですけど 39.1 って高くなっている。で、これがなんでなのかっていうと、まあ、ただそのスペイン語はそのさっきも言ったんですけど、まあ、固有のデータが少ないので、まあジェネラルデータを縮小するとそのL1 の、 そのスペイン語を考慮した訂正っていうものをより加えられるようになるのではないかって、考えて、でそれは単にデータがじゃあ少なくすればいいとかそういう問題じゃなくて、比率っていうものが重要なんじゃないのかってものを、筆者らは提案して考えていて、で、まあ、今回そのラムダっていうものでその形成速化項に重みをつけているので、それを変化させてみたってもので、で、例えば中国語のように L1 固有のデータが多い場合は、まあ、ラムダを変化させても実はそんなにもはやもう影響がない。ただ、まあ、ラムダ0は完全に化学種になってしまうので、まあ、これはまずいっていう結果が得られて、逆にそのロシア語とかスペイン語っていうのは、かなりこの、まあ、ラムダ1でもまずいわけだし、ラムダ0でもまずいって、まあ、いいところのバランスを探してあげる必要があるっていうことを筆者は述べています。で、あと、このデータ、今回のモデルを使ってその、そのシェアドタスクのそのものをやってみようっていうものをやってみると、その元のそのベースラインよりも高くなっているのが、その中国語のやつだけ
で それなんで中国語だけこう高くなってるのっていうのは、多分テストセットの 大部分を中国人の学習者が、まあ、であることが原因なんじゃないのかなっていうことを筆者らは、まあ、考察していて、であとその既存 そのモデルに比べると、そのまあ、勝ててはいないんですけど、その SMT 単体で見れば、まあそのまあ、上回ってるねみたいなことを、まあ、筆者らは言っています。はい、であとその誤りに着目して、そのベースラインとアダプテイトで、まあどれだけこう上がっているのかって見ると、そのいわゆる一般にその学習者が、まあ、誤りやすい、そうか、誤っているバリアみたいなのが一応あるんですけど、それとかなりそのいい感じ その、プラスに上がっているところが結構反映されているっていうものが確認できています。で今回その NAGM の適用なんですけど、まあそれに用いたデータっていうのがこれになっていて、で特にまあスペイン語とかの話になるんですけども、結構まあその少ないデータ量でその、この NAGM の適用っていうものができるっていうので、そのまあまあ、小規模なデータ量で短時間に、まあ学習できるので、まあ、実用的だっていうことを筆者らは言っています。でまとめです。その、まあ、今回エルマー固有の学習者のテキストってものを用いて、それでケール接続加工を加えた目的関数ってものを NHM に適用して、でそれをまあ SMT のデコーダー部分に組み込むことによって、まあ、その GEC のシステムってものを構築しました。でそのまあ、今回、まあ、L1 のデータが少ない場合にでも、そのデータ量の比率ですね、比率をまあ変えて上げたりとかすることによって、まあ、他の手法よりもその優れた F 値っていうものを出すことがを示しました。で、まあ今回 その、NHM の その適合っていうものは、そのまあ、実用的、まあ、その小規模のデータで、まあ、実用的な時間で、まあ、学習が可能であることから、まあまあ、本研究は、まあ、非常に GEC システムを改善して実用的であるということを、まあ、示したと思います。以上で発表を終わりにします。